沖空港は、島根県沖郡沖の島町にある地方管理空港。島全地域を含めた沖諸島における唯一の空港である。沖世界ジオパーク空港の愛称が付けられている。沖の島町の中心地から南に約3キロメートル離れた三崎半島の先端部に位置する。1965年8月1日開港。 1999年より南側隣接地に新空港の建設を開始し、2006年より現空港として使用を開始している。08-26方向に2000メートルの滑走路を持つ。平行誘導路はなく、滑走路両端にターニングパッドを備える。着陸隊の幅は150メートルであり、景気着陸には対応していない。 空港ターミナルビルは滑走路を南東側に一棟あり、国内線専用である。ボーディングブリッジは設置されていない。空港ターミナルビルに隣接するエプロンには、小型ジェット機用1バース、プロペラ機用3バースが設けられている。年間利用客数は、国内53,292人。沖空港付近の2015年撮影空中写真。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2015年撮影の2枚を合成作成。沖空港付近の1977年撮影空中写真。当時の滑走路延長は1200メートル。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。1977年撮影の6枚を合成作成。 喫茶店と売店が1店舗ずつある。かつての定期就航路線。ありがとうございます。